皆さんこんにちは、よしまるでございます。早速星ドラニュースの方からやっていきたいと思います。2019年3月24日の日曜日でございます。いや、来ましたよ。すごいイベント、奇跡イベントということでですね、こちら後ほどまた触れたいと思います。マルチダンジョンイベント、奇跡の眠る古代遺跡セレクションということで、説明を見てみますと、今回は過去に出現した人気のスキルが登場するイベントということなんですよね。なので新しいスキルが来ないかもしれない。この辺ちょっとまた後で喋りましょうか。そして、スカウトチャレンジ登場ということで、お題をクリアしていくとスカウトの鍵、モンスターメダルなどがもらえるよみたいなね、モンスター闘技場のスカウトチャレンジもやってくるよということです。そしてこの前見たぞみたいなね、西洋装備がここでまた来たみたいな感じですかね。はい、今回はもう斧、ムチ、ナイフ、槍、ブーメラン、剣、杖と、ハンマーとかその辺は入ってないんですけれどもね、わかんないです。もしかしたらこの中に映ってないだけであるのかもちょっとわかんないんですけれども、こちらそうですね、プレミアムガチャも来るということです。西洋ガチャに関してはこの前もお話しした通りに、結構器を持っていたりとか、割と上級者が使う武器だと思いますので、初心者の方は無理して引かなくてもいいかなとは思います。ではですね、一旦ゲーム画面に戻ってみましょう。はい、で奇跡イベントが来るということで、いろいろと準備しといた方がいいのはメタマンはかなり使うと思います。でレベル上げのチャンスでございます。でも0時からか、ちょうど生配信の時間を早くしようというタイミングだったんでね。なので今日の生配信はこれはもう0時からやる感じになりますかね。はい、で新しい装備が奇跡が来ないということで、賢者、特に魔法戦士、ウロボロスの盾によってね、マジックバリア、需要がどうなんだみたいな話がありますけれども、この辺の強化が今回されない可能性もあるんですかね。なのでそこが心配かなと思います。やっぱり現在攻撃呪文、特にね全く輝いていないと言ってもいいんではないでしょうか。フレンドさん見ても杖装備している人がほぼほぼいないですし、そうですね、ウロボロスの盾によってね、魔法戦士のマジックバリア、小玉が入りますけどね、魔法戦士はね、その辺が一体どうなんだみたいなね、魔法戦士強化お願いしますっていうのはあると思うので、ここの奇跡で来ないとなると、じゃあ次いつ強化されるのかというとだいぶ先になってしまうのかな。その辺も含めですね、おすすめの奇跡っていうものをちょっと見ていこうかなと思います。はい、僕がよく使うものと、一般的によく使われるものって若干違うかもしれないんですけど、やっぱりバトルマスターはこれちょっとレベルマックスになってないんですけど、怒りの心得ですね、これ3ターンになるんですね。それからこの力中をつけておくといいかな。はい、これあれレベル上げている方もこれあるんですけれどもね、こっちか。はい、力中と怒りの心得、これはあった方がいいかなと思います。あとは力中会心プラスね、会心狙っていく人は会心に変えてもいいのかなという感じですかね。はい、でパラディに関してはやっぱりこの辺がよく使うかな。戦友の絆、戦友の盾を入れた時に HP100 回復、あとはミラクルネビュラですね。この辺が使われるんではないでしょうか。あとは呪い系ね、呪いガード弱、シャナクとか、シャナクはね、呪い解除系として使えるかなと思います。海賊に関してはね、もっといっぱい倉庫に入っているんですけれども、嵐の気配とか1個は持っておくとね、かなり発動すると一気に船歌歌えるっていうことになるので、これもいいかなと思います。スーパースターはね、結構いろいろ持っといた方がいいなと思っておりまして、守られる前提であればロングランホイミ、これはもう必要なんじゃない？特にロングランね、オンステ状態であればターン開始で小回復、仲間全員っていうの、これはもう絶対取った方がいいかなというふうに思っております。あと守られていない場合、このワンモアタイムがね結構発動したりするんですよ。で、連続で3回発動するっていう動画もこの前上げましたけど、ワンモアタイムも結構いいかなと思いますね。はい。あと、ふわふわダンスっていう全体回復っていうものもありますね。まあ、小回復なんですけど、それからミラクルハッスル。ハッスルダンス使用時 20% の確率で連続発動とか、まあ、いろいろとスーパースターもね、取っておくといい。奇跡はあるかな。あと回復魔力強でこれレベルマックスはしてないんですけど、回復呪文打った時に回復量を上げたりとかですね、もういいのかなと思います。グラディエーターはとにかくこの神奇跡があるからね、時々倍しね、まあこれ 10% になるのかな、レベルマックスになると。それから剣闘の魂、これがめちゃくちゃ優秀、攻撃力 20% 上げと素早さ 30% 上げ、2つ入りますよっていうことなんで、これは取っといた方がいいかなというふうに思います。それからですね、天文学者に関しては、まあ、マホカトールとかね、はい、まあレベルマックスにはしてないんですけど、ただこの呪文耐性上げも今ウロボロスの盾がありますからね。それから時々ピオラ、まあ一番やっぱりねこれじゃない、小玉ピオラでどんどんピオラを配っていく。そうなるとこれだよね、小玉ピオラと時々ピオラとか、小玉ピオラと小玉ピオラとピオラはないんだっけの組み合わせてなかったでしたっけ。あ、これだ、そうそう、これ小玉するピオラとピオラね、これは取っとくといいかなというふうに思います。あ、そんな感じかな。まだまだちょっとねいっぱい倉庫に眠ってます。でこれ本当にね奇跡イベント、はい、ここにねもういっぱいあるでしょう。もうあ、賢者もねいろいろと小玉ホイミとかねありますし、とにかく一瞬でマモマスね、もっと噛み砕きとか疾風の牙とかね、この辺も必要かなと思いますけど、これがねどんどん周回していくとあっという間に倉庫がいっぱいになるので、ジェムも用意してください。預かり所を広げる場合は500ジェム必要になります。まあ預かり所は広げておくと今後いいかなとは思いますけれどもね。で100だったっけな、預かり所の場合は。ちょっと待ってくださいね。そうそう、使うジェムは500で、ただし預かりがプラス100になるんですよね。で、道具袋の場合は100ジェムなんですけどプラス10なんですよ。この辺の差がありますね。はい、ここをよく考えて道具所持数を拡張するのか、この預かり所の所持数、拡張するのかを、まあ、ちょっと考えてみるのがいいかなというふうに思います。では今回は奇跡イベントが来たぞっていうのが一番大きなねニュースだったと思います。0時から周回していきましょう。そして奇跡持っていない方たくさんいると思います。まあレオダーマー、周回することになるんですけれども、まあ、伝説級だから初心者の方もね、まあ、クリアは大丈夫だと思いますので、ここでレベルアップのチャンスということもあります。メタマンでねどしどし周回してレベル上げつつ奇跡を一緒にね取っていきましょう。なので本日の生配信は0時からスタートの予定ですけれども、それ以降は時間を早めていく予定ですのでよろしくお願いします。ではこの辺で終わりたいと思います。よしまりでした。さようなら。